お前、どうしてここが。福岡で青山の裏切りに気づいた後、ずっとあなたのことを追いかけてたんでね。少し時間がかかってしまいましたが。追いかけるだと。ええ、名古屋でうちの安住と近江連合の高知が殺されたことで確信しました。今回の一連の騒動、東城会の地方組織との杯交渉、それを阻止しようとする近江連合という敵対構図があるのか。なぜか名古屋では東城会と近江連合の両幹部が殺されるという事態が起こった。これまで実態のなかった名古屋組が急に動き出したのには何か理由があるはず。それを探る必要がありました。じゃあ名古屋で品田っていう元野球選手使って名古屋組のことを調べてた男ってのは。俺です。名古屋組を背後で動かしてる人間は誰か、それが分かれば。今回の騒動をコントロールしようとしてる人間も誰か分かる。そういうことです。おかげでこうしてあなたにたどり着くことができました。なるほどね。どこで俺が怪しいと感づいた。あなたに病気のことを聞かされた時です。なんだと。あの時確かにあなたは顔色も悪く体を壊しているように見えた。だが目だけは違った。あの目は何か大きな仕事をする前の男の目。余命いくばくもない人間のものじゃなかった。目は嘘をつけなかったってことか。じゃあなんでお前は俺が怪しいと踏みながら地方の組織と杯を交わすような行動に出たんだ。ろくな結果にならないことは分かっていたはずだ。こっちはこっちでいろいろあってね。組織は一度大きくなりすぎると海がたまる。その海を一掃するにはいい機会だと思いましてね。真島さんと相談し、あえてあなたの描いた絵に乗ることにしたんですよ。お前の目的は東城会に入り込んだ裏切り者の一層ってわけか。俺はあんたと違って目先だけを見ているわけじゃない。もっと遠い未来の東城会のあり方を考えてるつもりなんで、ね、そのためには一度どこかで全国の極道組織の長と面を突き合わせなきゃならない。いい勉強させてもらいましたよ。さあ会長、難しい話はこれで終わりにしましょう。あんたと俺が殺し合えば。それで全ては終わる。病気の話が本当なのかは分からないが、どちらにしろ行く先短い命なんでしょう。何のことだ。このビルにあんたが登っていくのを見たとき確信しましたよ。昔のあんたならこんなやり方はしなかったはずだ。堂々と向こう側のビルの屋上に姿を現し、彼らをその手で殺したはず。だがあんたはそうしなかった。桐生さんたちと直接戦うことを恐れたからだ。今の自分に彼らとやり合えるだけの力はない、そう思った。違いますか。黒沢会長、お互い3万人の組織の頂点に立つ人間としてふさわしい引き際にしましょう。
三途の川を渡るくらいまでは肩貸しますから。おい、何やってんだ大吾、やめろ。桐生さん、西島さん、後のことは任せましたよ。大吾、お前、これでやっと俺も六代目って胸張って言えますかね、桐生さん。なぜ狙わないんだ。選んでください。せめて極道らしく自分自身でけじめをつけるのか、それともこういう形でしかけじめを取れないのか、選んでください。さあ。あいにくそのどちらも的外れな選択肢だ。そうか。どこまでも甘い男だ。情けなんぞかけたら命取りになるぞ。工業のなんでお前がそこにおるんじゃ、カナイ。お前、勝也を裏切ったのか。大吾、大吾。キユ、話してくれ。大吾が、大吾が。とまあこういうことだ。ふざけるなお前、どこ行く気だ。今からそっち行ってぶっ殺してやる。まあいくらお前が叫んだところでこいつは助からない。それより今後の心配をしたらどうだ。例の可愛いお嬢ちゃんのこととかな。はるかの。お前、はるかに何しよってんだ。おい、答えろ。答えろ黒沢、答えろ。おい黒沢、黒沢。どうしてそれが来るとこうなるんだ。どうして誰かが犠牲にならなきゃならないんだ。なんでだ。なんでなんだ。